こんにちは、レトスの小野です。個別指導の1月割引価格は今日までとなってしまいます。明日になってしまうと個別指導値上げになってしまいますので、今年絶対合格したいという方は個別指導で理解学習を実践してしっかり本試験で点数取れるような実力をつけて今年絶対合格しましょう。そして独学の場合だと調べるっていうような理解学習を行うのにすごく時間かかっちゃうんですよ。で、今から理解学習を実践しようとしてもなかなかもう残り9ヶ月ぐらいしかないわけですよね。試験直後に勉強、もう理解学習のね、勉強を始めてるっていうのであれば、まだ模索する時間っていうのはあるんですけども、もうこの時期になってくるとですね、待ったなしで理解学習を実践していかないと間に合わないんですね。単に1回だけ勉強したら頭に入るっていうような内容ではないんですよ、宅研っていうのは。やはり3回、4回と復習して頭に入ってくる内容なので、正直今から理解学習を研究して模索していくっていうやり方だと、もう正直間に合わないんですね。で、結果的に多くの方が丸暗記学習になって、過去問の点数は上がるけれども、本試験の点数は上がらない。合格点マイナス1点、2点で毎年落ちてしまう。もうそういった方がもう非常に多いんですよ。で、個別指導であれば、もう効率的に理解学習が実践できるプログラムになってますので、今からでも十分間に合います。毎年この時期から受講していただいている方も合格していってますんで、今年絶対合格して、今年の12月の合格発表の時に一緒に喜びましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。では問1に入ります。副次の所有者は異業地の所有者に代償を支払えば、事故の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、異業地に通路を開設することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×です。今日の問題っていうのは、ここ2日間ぐらいの復習になりますね。まず、異業地っていうのは、袋地を囲んでいる土地のことです。そして、袋地の所有者は、通行方法について、異業地に最も損害が少ない方法で通行しなければならないんですね。つまり、袋地を所有者の意思で通行場所とか方法を決めることはできません。また、お金を払えばいいっていう問題でもないんですね。よって誤りだということです。で、これは昨日の動画の原則にあたります。じゃあ、例外はどうなのかと。すっと頭に出てこない方は、まだまだ理解学習不足です。こういった場合は、こういったルールを使うというような具体例が頭に入ってないと、本試験で頭が真っ白になってしまうんですね。理解学習をして、やっと真の実力っていうのがつくんですよ。上辺だけの学習では、本試験では太刀打ちできませんので、わからなかった方は、再度ぜひですね、昨日の動画を復習しておきましょう。昨日の動画はこの動画の最後にリンク貼っておきますので、そちらからもご確認いただけます。で、続いて問2に入っていきます。宅建業者 A が自ら売り主として宅建業者でない B と建築工事完了前のマンション代金3000万円の売買契約を締結した場合、 A が B から手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、 B はこの手付金の支払いを拒否することができる、丸か×かという問題です。まず、売り主は宅建業者、買い主は宅建業者ではありません。したがって、発注制限の適用があるんだということですね。で、建築工事完了前って書いてありますので、これは未完成物件ということですね。ということは、手付金等が代金の 5% を超える場合、保全措置が必要になります。じゃあ、代金の 5% っていくらかっていうと、代金3000万円なので、5% は150万円ですよね。で、150万円を超える手付金等を受領する場合、事前に、事前にっていうのはこれ、受領する前ってことですよ。手付金等を受領する前に保全措置が必要だと、いうことになります。で、今回の問題、600万円を受領する場合ですよね。で、この600万円について、保全措置を講じていないんですよね。で、この場合は、買い主 B っていうのは保全措置していないなら、手付金払いませんよと。支払いを拒否することができます。したがって、丸になるということですね。で、個別指導では関連ポイントも一緒に解説していきます。で、関連ポイントも一緒に勉強することで、頭がごちゃごちゃにならないようにするんですね。つまり、整理をしていくっていうことです。勉強を重ねていくと、知識がどんどん増えていくので、混乱していくんですよ。それを防ぐために関連ポイントを一緒に学習して整理をしていくんですね。これも効率的な勉強法の一つなので、
ぜひですね、独学であったとしても、予備校を通っている方だとしても、もう自分自身でね、整理できるようにしていきましょう。で、個別指導の受講者さんについては、関連ポイント、まあ、関連する問題ですね、をプラスアルファで追加しています。なんで、そちらもですね、受講者専用のメルマガでご確認いただければと思います。で、問3です。都市計画の決定、または変更の提案は、当該提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地について、所有権または借地権を有しているもの以外は行うことができない。丸か×かという問題です。で、答えは、これ×ですね。都市計画の決定、または変更の提案っていうのは、提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の所有権者、借地権者以外であったとしても、都市再生機構だったりとか、住宅供給公社だったりとか、あと NPO 法人とか、まあそういったところも行うことができるんですね。つまり今回の問題は所有権または借地権を有しているもの以外は計画の決定だったりとか変更の提案を行うことができないって書いてあるので、これは誤りだということですね。で、都市再生機構とか住宅供給公社、まあこれはですね、まあ細かい部分までは覚えなくても大丈夫です。あくまでも所有権者、借地権者以外であったとしても都市計画の決定だったりとか変更とかの提案ができるんだってことが頭に入っていれば問題ございません。そして個別指導の1月の限定価格っていうのは今日までとなります。明日になりますと値上げになってしまいますので、今日の夜中の12時までにぜひお申し込みください。で、お申し込みはこの動画の下の概要欄に、お申し込みページ貼っておきます。また個別指導の概要っていうのはこちらの右側の動画ですね。こちらをご確認ください。そして左側の動画は問1の引用地通行券の動画解説になりますので、今日の問1の例外部分が頭にスッと思い浮かんでこなかった方はぜひ再度ご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。